ね、あ、大丈夫、もうやってる、うん、こんにちは。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、昨日から熱海に来てますけれども、昨日3時半ぐらいまでやってました。そうですね、3時48分ですね。3時48分だいぶやりましたね。やりましたね。今日本当は7時起床だったよね。そうですね、誰も起きないっていう唯一起きたのは6時50分に吉谷さんが起きて、おはようございますと言ってたのを私は記憶にあります。僕、はい、そう6時何分ぐらいに起きて、はい、で動画撮ってまた寝ましたいや、寝てて疲れてるんだろうなと思って、私は何もしなかったですけど、はい、起こすのも気の毒だった。どうでした今日熱海合宿。いや、これここだけの話。ここだけの話ってこれもう話したじゃないですか。ここだけの話なんですねやばいですよこれまあでも今回良かったなと思いますよ。やっぱその人数が少なかったっていうのもあって、その、やっぱ密にできたんで、その本当にそのなんだろうな、こう1対1感覚でこうできたので、これが多分10人いたら無理だと思うんですよ、だから今回やって良かったなっていう。だから人数も今度またやるとしたらやっぱ少なくや、2人限定ですか。2人とか3人とかまあマックス言っても5人ですかね、やっぱ多分薄まっちゃうと思うんですよ。そうです、ね、ここまで濃くできないと思うんですよ、だから例えば温泉入りに行っても10人で入りに行ったら、まあ囲えないですよ、なか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 話せないと思うんで、まあこんぐらいがちょうどいい。だって飯食うにも10人だったら結構開くじゃないですか。そうですね、テーブル分かれますよねだいたい4人掛けですからね。そう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 。でもこれぐらいだったらワンタクでこう座れて話せるんで、まあ、本当にちゃんと伝える生でこうがっつり伝えるんだったら、まあこれぐらいの人数がいいかなって。どうですか、話聞いてみて。まあやらないと無理ですけど。いや、やらないんだったらここに来てませんからあ、そうですよねもう本当やってくださいねやれば絶対人生変わるので、で今回合宿で話した内容っていうのは少なくてもとりあえず話せる分全部話したし、すぐその結果が出るような内容を話した。で、あとは本当実践していただくだけなんで、であとこれやれば本当に何だろうな、時代が変わったとしても絶対稼げるんで、時代に左右されないです。時代に左右されず時代に乗っかれる稼ぎ方なんで。そうですね。まあ昨日森くんもいろんなキーワード言ってくれたけど、最近のなんだっけ、そのサイトのホームページが変わってるわけじゃん。パララックス。パララックス。社長さんパララックスですよみたいな。いや本当にそうなんです。時代もやっぱ今変わってきてるんですよ。だから昔はそのホームページ代行会社さんがめちゃめちゃ儲かった時代がありましたけど、今ホームページがあって当たり前じゃないですか。そうですね。じゃその中でどうやってインターネットを提案していくかっていうところで、でも今インターネットのホームページでもデザインがやっぱ変わってきてるわけですよ。まあ昨日の夜紹介したみたいに。で、あとはその動画が出てきたことによって全然違ったアプローチができるようになってきたわけですよね。だからそういうのを取り入れると、その時代に左右されず時代に乗っかれるみたいな。で、あとその時代に左右されないっていうのは、その昨日もずっと今日も話してたと思うんですけど、まあ、お客さんとの信頼の作り方だったりとか、どうやってそのギブをしていくのかと、何を提案していけばいいのかっていう、あそこの行為部分ですね。お客さんの利益のために提案してあげるっていう、あそこやればそのなんだろう、1円もまず結果が出ませんとか稼げませんとかまずないので、もし結果が出てないんだったら自分がその与えることがまだできてないのかなっていう感じで、まあその時また相談してもらえればいいので、はい、まあ、まずは経験しないと。そうなんですよ、当たってみないと何もわからないんで。そうなんですよ、やっぱノウハウはいくらでも教えられるんですけど、あとやるかやらないかをやってもらって経験積まないと、ここはね、ここじゃ無理ですよね、さすがに。そうね、自分で経験積んでやっていかないと、だからそこは、ただそこを経験積む上でなんか不安なことだったりとか壁が出てくると思うんですよ。まあ、そしたらまた相談してもらえればいいかなと。今回その合宿に参加したきっかけは何だったんですか。ズバリお金が欲しいから。お金ズバリズバリ単刀直入に、はい、お金が欲しいと、まあみんなお金って欲しいですよね。ただどうやって稼ぐかっていうのが問題で、はい、稼ぐ方法はいくらでもあると思うんですね。いや、ありますあります。ただし実際に本当に稼げるかっていうことになると、スキルの問題もあるし、経験値の問題もあるし、じゃあ稼ぐためにいくら必要なのかっていう、最初の資本金の問題もあると、
ただ前回の動画で一発40万、うんうん、っていうので引かれちゃいました、うん、あれは絶対いけるなと一発40万の引かれちゃいましたいけるなと、ただ、はい、博打じゃないっていうのが分かったんで、はい、あのお話の感じでね、はい、実際にリアルだよと、はい、で YouTube 使うよと、はい、あこれいけんじゃないかな、はい、うん、YouTube アップしてる人は少ないけれども、はい、見てる人は結構いるんですよ。だからそれは配信者と見てるが圧倒的に違う、比率が違うんですよ。違いますからね。で、なおかつヒカキンがあれだけ言っても、はい、アップする人っていないし、いないです、いないです。いたとしてもアップの仕方が分かってないから、結局うずもれてたりとか多いですし、それやり方なんですよね、提案の仕方なんですよ、ね、だからその後から入ってきてヒカキンになるって言ったら難しいんですけど、ええ、違う戦略を持ってやると後から参入してもいくらでも戦えるんですよね、ええ、まあ、これはあの僕が丹下さんに動画1本あげたじゃないですか、ええ、あれが結構でかいと思うんですよ、ええ、であれで感動してくれたし、でもあの僕が作った動画って1再生とか2再生じゃないですか、まあ、それで売り上げ作ってるわけじゃないですか。でもヒカキンさんとか何百万人のチャンネル登録作って再生回数バーンって上げてクリックいくらみたいな感じじゃないですか、まあ、それも別にそのやり方もあるんですけど、今から参入してじゃあそこを目指せるのか、ヒカキン目指せるのか、ヒカキン超えられるのか、はじめしゃちょー超えられるのかっていうと僕は難しいと思うんですよ。だったらまあ今回の合宿セミナーで教わったようなことをやって、その違った YouTube の使い方ですよね、そっちやった方が僕は戦えるかなって。で僕はそっちで今戦ってるし、別にチャンネル登録数もなくて再生数もそんななくても全然 YouTube 使って稼げてるので、そういう使い方、新しい使い方ですよね、うん、であとはまあ心塾のテーマであるハートフルっていうのをその動画を使って伝えてほしいかなっていう。前まではその売れる営業マンとかはその手紙を送ったりとかしてたじゃないですか。あそうですね、営業のトップセールスだと、まあ、例えば1回初対面に会って挨拶して、はいはい、話を聞いてくれた人には、はい、先日悪いことがございましたということでハガキを書きましょう。そうそう、今でも多分やってますよ、トップセールスマンは、やってる人いるんですよ。でもそれってやっぱランニングコストかかるし時間かかるじゃないですか。あスパンかかりますね、うん、でそれ動画だったらピッて作ってピッて送れるじゃないですか、でそれ感謝の気持ちも伝えられるし、やっぱインパクトもでかいし、まあ、新しい動画の使い方とあと提案の仕方で、これができれば新しい収入を得られるっていう、うん、っていうことですよね。ぜひ今回の合宿で学んだことを本当に実践してほしいかなと思います。そうですね、これはすごいです、はい、ここだけの話、ここだけじゃないですよ言っちゃってるやん全然ここだけじゃない、はい、まあ、本当にでもまあ、じゃあここだけの話しましょうか。僕もここだけの話しちゃうと、まあ、丹下さんこういうふうなこと言ってますけどビールめちゃ、ね、もう3本ぐらいあげてますからね夜はここだけの話、そうそうそう1個ロング缶いやいや何しに来たん自分みたいな、自分何しに来たんビール飲みに来たんみたいな自分ビール違うやんみたいな、勉強しに来たん、そんなビールあげてる場合ちゃうやろみたいなここだけの話ですけどちゃんと聞くとこ聞いてますから、ね、大丈夫ですか。聞くとこは聞いてますよ。ちゃんと聞いてます聞いてますよ。ガソリンまあ、ガソリンみたいですね、はいはい、じゃあということで、じゃあこれでインタビューの方終わりたいと思います。じゃあありがとうございました。